お菓子とかプレゼントとか、カフェイベントでいただいたのがお家に届いたので見させていただきたいと思います。ありがとうございます。ちょっともう生ものはお先に持って帰らせていただきまして、お菓子とか生ものとか食べ物だから、もうファンの方からいただいた肉まんとシューマイはもう食べていて、あとピスタチオのロールケーキと、あとプリンと、あと何いただいたっけな、あ、ルタオはもう、ピスタチオのロールケーキとプリンを、まあ、家族で。ありがとうございます。だからちょっとなんか配信しながらやっぱ見たいから、プレゼントが郵送したの、持って帰れないから全部カフェからで受け取ることができたので、ちょっと少しずつ見ていきたいと思います。食べ物から見ていきたいと思いますね。じゃーん、すごーい、ママドール。これママドールってさ、どこのお菓子だったっけ？これなんかどっかのお菓子ですよね。北海道？すごい、美味しそう。1、2、3、4、5。5個入ってる。かわいい。こういう感じで売ってんだね。私、一個一個のさ、こういうのしか見たことなかったからさ。あ、福島か。全然違った。全然北海道じゃなかった。ごめんなさい。福島だ。あ、待って、すごい。ママドール2個入ってる。ありがとう。そして、わ、北海道の札幌、北海道ミルククッキーだって。札幌の、なんて書いてあるんだろう。3箱入ってる。やったー、いただきます。3箱入ってるから、ママとかお姉ちゃんとかおばあちゃんとかに分け分けしたいと思います。そしてこれは、めっちゃ美味しそうなんだけど、これやばい。生チョコクッキーだって。ちょっと開けよう。生チョコクッキーは絶対美味しいでしょ。生チョコクッキー、どんな感じなんだろう。あ、なんか、わ、美味しそう。あ、それすごい美味しいよ、だって。食べんの楽しみ。いっぱい入ってる。で、ちょっとママとパパとお姉ちゃんにワキワキして、このカフェイベントでいただいた食べ物で、私はこのお正月、年末年始過ごしたいと思います。ちょっとこのファンの方にいただいたティファニーの袋にお菓子を入れよう。ティファニーの袋にお菓子を入れます。くまちゃんありがとう。シーカーさん、くまちゃんありがとう。クロンもくまちゃんありがとう。大輝くんもくまちゃんありがとう。舞台配信同時視聴まで待っていたのですが、もう見た方がいいですか？先に見ていただいた方が、あ、明日やります、同時視聴配信。明日、星を女王に乙のアトレイユの、アトレイユの、推しカメラ配信を
明日やるんですけど、結構見ながら多分私喋ると思うので、先に見て一回置いてもらった方が集中できると思います。皆さん明日明後日しか見れませんので、星を女王に打つのアトレイヨ推しカメラ、多分コフィンを見るかも。ちょっとね、まだアークとコフィンどっち見ようか決めてなくて、だから明日伝えようと思ってて、あの AKB メールに送ります。ちゃんと配信時間も。すごい、見てこれ初めて見た、バター飴だって。美味しそう、バター飴、バターと生クリームの美味しさ、キャンデー、美味しそう。続いてこちら、え、なにこれ、ザ・フィナンシェかな、え、なんて書いてあるんだこれ、え、かわいい、え、これ何、開けてみよう。え、これなんかママがお菓子の箱に入れてたけど、お菓子じゃないかも。重いもん、めちゃくちゃ。あ、待って、ねえねえママ、これがプリンだったじゃん。すごい、賞味期限6月27もある。え、ママにさ、プリン、この方からプリンいただいてるんだけどって言ったらさ、え、プリンこういうのしかなかったよって、え、でもこのプじゃないなとか言って、え、これ、え、違う気がするとか言ってて、え、プリンないよ、え、ないないとか言って、え、あるよ絶対、言ってたもん、これプリンだよってもらうときって。え、見て、可愛すぎてプリンだって気づかれなかった。でも全然溶けてないわ、よかった。すごい、マンゴー、マンゴープリンと、え、待って、めっちゃ美味しそう、私絶対これにしよう、チョコプリン、え、ちょっと入浴剤かと思っちゃった私。ママにプリンあったよってよ。これは、え、待って、ママとお姉ちゃんと食べてねって言われたけど、私が全部食べるかも。杏仁豆腐だこれ、やばい、全部私が大好きなやつ。マンゴープリンも好きだし、チョコプリン大好きだし、杏仁豆腐も大好き。今なんかいちご味のプリンかなと思ってこれあげようと思ったんだけど、杏仁豆腐だったからちょっとあげれないわ、どうしよう。これ3つとも、まあ半分こっこしよう、味で。こみちゃんが好きな味を選びました。え、これ中選べんの、半分半分半分で全種類食べよう。ありがとうございます。これは冷蔵庫だね、絶対的に。続いて、かわいい、オーナメントクッキーハウス5個入りだって、どういうこと、クッキーが入ってる。メリークリスマス、私がクリスマスのイベントにしたから、みんながメリークリスマスのお菓子をくれてめちゃくちゃ嬉しい。有明って書いてある、オーナメントクッキーハウス5個入り、え、めっちゃ食べんの楽しみ。開けます、はいよ開けようって感じだよね。お、え、え、すごい、ちょっと待って、めっちゃ可愛い、え、待って、クリスマスめっちゃ可愛いじゃん。こんな感じで一個一個、すごい、一個一個こんな感じで、え、超可愛い、やばい。
して、私なんかすっぴんだから宇宙人みたいな顔してる。え、かわいすぎ。これはかわいい。これはかわいいな。見て、全部違う。超かわいい。え、かわいすぎ。ありがとうございます。え、これなんか一人一人にあげたくなっちゃうね。これいとこに一個あげよう。一個いとこに一個ずつあげよう。二人いるから。すごい。あ、ここのここのあれくれたんだな。生チョコクッキーもここって書いてあった。はちみつグミだって。お肌に優しいコラーゲン最高か。限定って書いてある。ほら、すごい嬉しい。ありがとう。喉にも良さそうね。え、超可愛いんだけど、見て。ちょっと可愛すぎ。これ何？わ、チョコだ。嬉しい。ダッフィーフレンズのチョコレートいただいた。え、超可愛い。このカンカンも使おう。ありがとう。嬉しい嬉しい。続いて、え、これなんだろう。これちょっと開けてみよう。あ、これあれって聞いたわ。フルーツグミだった気がする。確か違うかな。フルーツなんか果実の宝石だった気がする。あ、そうだ、やっぱ。これもぎさんが大好きなやつ。果実の宝石って言っていただいたもん。え、嬉しい。フルーツゼリーコレクションって。ありがとう。いただきます。ちょっと稽古場持ってってみんなで食べていいですか。いっぱい入ってるやつだから。これ稽古場持ってってみんなで食べよう。おかっぱちゃんとけいちさんとファンの方がくれましたとか言って。え、何これ。雪の巻きそば巻き場。すごい。何これ、初めて見た。雪の巻き場だって。あ、クッキー。え、おもろ。めっちゃ面白い。え、なんかめっちゃ面白い。不思議な食感そう。美味しそう。楽しみ。小祝い、おしゃれなクッキーいただきました。ありがとう。楽しみ。食べるのめちゃくちゃ。これも果実の宝石。これチョコがけって言ってた。ちょっと楽しみすぎ。チョコがけのあの果実の宝石食べるの初めて私。嬉しい、ありがとう。チョコがけ果実の宝石はテンション上がるな、めちゃくちゃ。これなんだろう。待って、すっごい可愛いんだけど。待って、ねえ、すっごいブスだった今。もうやばい、お風呂上がりの顔。ほんと配信しない方がいい。なんかハゲてるように見えるし、私が前髪おでこブワーンって上げてるから。ちょっとやばい可愛いのいただいたんだけど。何これ。え、これなんかお菓子のとこに入ってたけど絶対お菓子じゃない気がする。え、何このかわいいの。すっごいかわいい。何これ、めっちゃかわいいんだけど。え、なんかカラコンに見える、この箱だけ見ると。あ、756日連続ありがとう。アイシャドウだ。あ、待って、アイシャドウだった。どっちもアイシャドウだ。アイシャドウパレット、ピンクスワンとブラックスワンだって。かわいすぎ。超かわいくない？アイシャドウ、超かわいいんだけど。ありがとう。めっちゃ嬉しい。わ、ブーくん、ありがとう。タワー
すごい意味不明なお礼していい？あ、くーくん、ありがとう。ありがとう。かわいすぎ。テロップがめっちゃ燃えとってきちゃう。ねえ、これめっちゃ可愛い。見てください。お年賀のバームクーヘン、クラブハリエのバームクーヘンって言ってた。楽しみー。可愛くね、お年賀。可愛い、ありがとうございます。やばい、残り2分しかない。めっちゃお正月を感じる。ありがとう。バームクーヘン、パパと私でいつも食べまくってます。2人で2日でなくす。4分の1ずつ食べて。わあ、これ知ってる。ハーバー、横浜ハーバー。ありがとう。メリークリスマスになってる。かわいすぎ。ダブルマロンだって、雪菓子。なんかめっちゃ入って、ちょっと見てみよう。ありがとうございます。やだ、配信終わっちゃう。ちょっとまだ見たいのに。そしてランキング読めないし、どうしよう。ちょっとやばい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 。5位大輝くん、4位クロ、3位リンリンさん、2位シーカーさん、1位ブーくんです。6位プロちゃん、7位工藤さん、8位マックスエイトさん、9位ヒロさん、10位パーチンヘアのユウくん、11位バサシ、12位ワホさん、13位マコリンです。昨日8位ぐらいでブチって切れちゃったから、すごい不思議なランキングの読み方しちゃった。ありがとうございました。ちょっとまだ私は見たい。私をこのハーバー